とシンプルでカジュアルの夜です。今回も事前どうしたどうしたどうしたなんて言った今、マサノシマサノシって言いました今。同人なフュージョンって聞こえたからフュージョンって聞こえたから。いやいや同人な、まあ霊媒になりましたからね。ああそうね、うん、うん、あこいつフュージョンしてきたよ、ね、ちょっと笑ってしまいましたけど、はい、まあ、今後も次世代のメガ進化候補トップ6、うん、これでパーティーで霊再生やっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。もう時代もメガ進化してますからね。はい、そうですね。平成から令和へと、もうメガ進化しましたよ。うん、で令和最初っていうことでね、この動画が、うん、なので、まあ、もっと飛躍していきたいなと。はい、令和は飛躍ということでフライしていきたいみたいな感じで、フライも使っていこうって感じ。いやマジでそういう理由じゃねえよ。前回で続きやろ。前回続きです。まあクライゴンちょっと活躍させたいね。でもね、そうね、クライゴンのメガ進化は絶対に欲しいです。はい、勝ち取っていきたいと思います。なるほど、ゲームフリークに訴えていきたいと思います。はい、芋持ちの対戦よろしくお願いします。お願いします。あのこれもうユクシーであくびしてもう罪展開って感じやね。完全にそれ、うん、あくびステロ置き土産、それを封じる身代わりフライゴン先発張りましょう。あ、いいね、いいね、うん、でギャラドスが竜馬にされたら負けなんで、はい、まあギャラドスに強くいきたいんでエレキブル。なるほど、2番手でラストはミミッキョったらもうバクンは絶対だから、バクンこれでいきたいと思いますわ。何や、さああの服装はベーシックやけど、お名前がもう邪道な食べ物の芋餅って。芋餅けどうまいぜ芋餅ね。でも一番好きな食べ物何って言われて芋餅って答える人おる？いやまあいや、うん、うわおらんかんねえ、おらんくせえな。そういう食べ物はね、うん、なくていいって友達が言ってた。やばそいつ。いやあってはいいやろ別に。キュウリ、キュウリはこの世からなくなっている。その友達連れてこい。その友達キュウリクソうめえやろ。キュウリもなくなっている。いやその友達は連れてこい。栄養もねえしっていう、ね、頭おかしいやろ。これステロアクビですな。完全にさね、うん、まあコケコとかレヒレとかおって、うん、さらにまあ挑発打ちそうなポケモンがいないと。ああああ、うん、ポケモンレヒレいない、はい、で上から一撃で悪ゴースト技で、うん、ユクシー一撃で落とせるやつはいないんで。なるほどね。そしたらもうユクシー先発って安定の安定の安定ですよね。確かにド安定。そこにまさかのフライゴンの身代わりが刺さっていった。確かに感じですね。いやこれやばいぞ相手。これやばいっすね、うん、カプテデフ覚悟した方がいい。覚悟した方がいいっすね。覚悟した方がいい。はい、これもう一段階竜の前済みましたんで、さすがにね、自信に勝つで、うん、そうですね、もう使うだろうが関係ない、もうそうっすよ、抜くからね、これ抜いてますからね。はい、うん、ただまあ純速なんで最速スカーフやとまあ抜かれてるんですけど、6秒スカーフとかけど、あんまあまあおるか普通に。まあまあまあ、ストッパーとしての役割が高いのはまあ臆病かなと。そっかそっかそっか、思いますけど、まあたすきの可能性もあるんで、なるほど、まあ自信をね、ここで打っていきます。はい、うん、悠長に竜の前2回はしません。確かに、うん、竜の前2回積んで落とせる。竜前2回、いや1回でも十分ですよ。カプテデフだったら。じゃあ自信で一発。あ、おお、マジ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 。おい、そういうこと。フライゴは舐めたらあかんて。舐めすぎた。あ、急所じゃないかお前。あ、急所か。これ有効急所やろお前。これは有効急所かな。さすがに火力高すぎるやろ。おかしいやろ。さすがにね、だってドヒーよね。竜の前1回でカプテデフ処せたらお前めっちゃ強いやん。確かにそうやね。ちょっとダメージ計算しておきたいところやね。あ、ギャランですかね。もっとギャランで、うん、ここはもう竜馬していきましょう。もう2体割れたんで。あー、そっかそっかそっか。あー、3体割れたので。やばいぞ相手。あら、なんでだ。身代わりで、うん、威嚇封じられてちょっと。あー、なるほど、ね、わかんないけどね。うん、それか Z を警戒したのかわからない。あー、なるほど、うん、ちょっとやばいぞ。やばいっすね相手、うん、あとはもうドラゴン Z ぶっ放して激凛ぶっ放して終わりって感じですね。でフライはちょっと強く見えるわ。強く見えるね。これ見ると、うん、確かに起点要因には起点にされないし。そうなんですよ、うん、だからあのね、浮遊っていうのも強いしね。そうね、カバルドンはちょっと論外やけどね。まあカバルドンはそうね、氷の牙がなかったら。あー、そうかそうか、積んでいけるし、うん、ランドロスにも。あー、そっかね、うん、ランドロスも起点できるからね。あー、いいよ。うん、相手はなんかね、ユクシーでしっかりと起点作りをして、うんうんうん、後続につないで積んでいくんですけど、はいはい、このフライゴンもう1体で、うん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 、ポケモン次第、相手次第ではもう1体で積んでいけるんで最高やん。うん、抜いていけるんですよね。抜き性の強いっす。いや、いい。ドラゴン地面まあ強いわ普通に。そうね、うん、普通に強い。だからガブリアスは竜の前にない、ご存知の通り。そうね、あいつは踊れねえんだ。踊れねえんだわ、うんうん、このフライゴンは踊れるんだ。そこが強さ。ガブリアス竜の前覚えたら普通メガガブリアスも全然あるよな。ありますあります。ねえ、強すぎる。クソ強いよな。強すぎる。さすがに強すぎる。さすがに強い。そしたらもうフライゴンが、うん、ちょっともう、うん、ねえ、生きてる。いや、やめてやめてやめて。冬があろうが、俺的には。冬があるけんね。うん、まあ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 、まあ、はい。フライゴンでうまく刺せた試合でございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、待ちしました。インクロスさん、対戦よろしくお願いします。お願いします。あの、野球用語でありそうな、インクロス。めちゃめちゃかっこいい名前ですわ。
めちゃめちゃ評価してます。インクロス。インコースにクロスファイヤーみたいな。そういうこと。あインクロスありそうだな、投手が投げる球で。ああ、左ピッチャー限定そうやけど、ね。クロスファイヤーとか。ああ、僕、和田のクロスファイヤーめちゃめちゃ好きなんですよ。和田いいよね。ああ、和田強し。ストレートが早見えるらしいっす、ね。そう。あれはストレートと思う方がいいっていうね。証言がありました。あ、そうなんや。あれは変化球って言ってたよ。早すぎて、いやなんかおかしいらしいね、動くとタイミングが合わなすぎて、俺今の大竹もそんな感じするんやけど、なんかあーそうね、なんか130キロ台で三振取るやん、うんうんうん、あ早いんやろなと思って、なんかプロのさ選ぶさナンバーワン変化球とかさ、ナンバーワンのパワーヒッターとかあるやん、あれ変化球部門で和田のストレートがランクインしたのすげえ和田あれは変化球マジホークスらしいすいません、野球好きなもんでね、野球大好きなんで、ホークス好きなもんでね、はい、とりあえずまあクロスファイヤー並みに手が出ないような選出していこう、うんうん、あ、そうやな、ああ、うん、で、タスキオーダイル先発でいきましょう、いいね、オーダイル、うん、水と氷技の通りめっちゃいいんで、はい、うん、で、2番手はミミッキーいるんでバックフーンですね、これ気になる、で、ラストはまあフライゴンでしょうね、はい、フライゴン、さあインクロスさん対戦よろしくお願いします、お願いします、もう女性でしたね、ああ女性の方、女性だとインクロスの響きとかニュアンスはちょっと変わってきますか、女性とか男性とかこれだけで判断するの、うん、お前ちょっとエロくあるよねインクロス、ね、おうるせえと思うじゃんこんなんで判断するの、カバルド先発がカビールドン、タイプ相性的には出しがちなんですけどね、総合的に見ると出しまけ、総合的に見るとね、ほんとカバルドを一撃で落とすっていうのはね、Z とか確かに、うん、じゃないと無理なんでね、お前ひでえレートしてんな、あいや負けますわ負けますわ、クライゴンちょっと頑張って出させてミミッキュー、 おミミッキュー、ミミッキュー出てくるのめちゃめちゃでかいよ、でかい、うん、クライゴンのストッパーがいなくなるんでね、皮割れるだけ、そういうことですよ、まあ、相手ちょっと警戒しないといけないか、いいっすね、いいっすね、過信しすぎたね、あーオーダイルの火力をね、オーダイルの火力を相手が、あー嬉しいですけど、かなり評価してくれた、取得値だね、105しかないからね、あー意外に105しかないから攻撃取得値、あそうなんや、でまあ力づくプラス命の弾やったらまあまあ火力っていうか結構出るんだけどね、あーはいはいはい、タスキなんで、なるほど、タスキなんでこれは耐えます、あこれは耐える、ゴースト Z は耐える、いやすげえ、ミミッキー Z は無理です、あ、そうなんよね、うん、ミミキセット火力ちょっとうわってなって、いかれてるんだよね、なんでミミッキを強化したっていう、確かにいかれた、いかれてるよ、うん、次回作は多分ミミッキ、そう、どんな風に弱体化されるかな、それはすり抜けはすり抜けで欲しいよね、負けの場合すり抜けはすり抜けで欲しいね、あうん、どうなんでしょうね、どう弱体化されるか、で、オーダイルがめっちゃ強化されるっていうね、メガ進化って、素早さが95ぐらいまで上がって、うん、で、攻撃が130ぐらいまで上がる、めっちゃ上がるやんめちゃくちゃ上がるやん、ちょっとジョートのポケモンも活躍させようっていう、あーでもそれは必要だと思う、必要だと思うよね、ガブリアスがやっぱ弱体化されたように、うん、ガルラとか、うんうん、ミミッキは絶対にミミッキはあるね、絶対弱体化されますから、うん、次のシーズン、次のシーズンじゃないわ、うん、次のスタック、スタック、うん、ホコとタテやったっけ、あ違う、ホコタテみたいなやつ、あるよ、ニュアンスあったら、ケンタテやね、ケンタテか、うん、あれはな、さすがにミミッキの弱体化は騒がれると思うけどね、はいはいはい、みんな予想しとったけど、うん、駆け打ちだろ、OK、あとフィールドも弱体化されるやろ、あーフィールドあるね、うん、でフィールド向こうのポケモンが出てきちゃうね、なんか、あーなるほどね、うん、盾だけにね、盾だけにね、うん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 、何の盾だっけ、いや守るあ守るねそうそうそうなるほどね頭悪かったここはね、うん、153から114まで下がったから今、うんうん、ダメージがなんでまあ39ダメージか、うん、計算するとまあ4分の1っぽいね、身代わりは割れなさそうやね、あ割れそうやね、割れそうやね、割れそうよね、身代わり割れそうやけん、はい、竹内で普通に身代わりがね、うん、割れないんだったらここ身代わりしとったけどね、あーなるほど、多分影打ちしてくれやろって思ったけど影打ちでよかったの、危なかったね、危なかったの、我々普通に解放じゃなかった、ただもうタスキじゃない、スカーフバックもね、うん、考えてくれんかなとは思うけどね、あーなるほどね、スカーフバックを考えてくれたらカバルとか出てくれたね、あーなるほど、ルカリオとかはちょっと出にくいから、ね、はい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 、ここで身代わりをね、あーなるほど、はい、こいつも身代わり仕込んでます、はいはい、すごい身代わり大好きやもんね、身代わり好きっすね、あまあ、身代わり不意に来たらねちょっと強いけんな、いやほんと身代わりで3立てできるもん、あそうね、こういうマイナーめのポケモンが身代わりになってくると、うん、そうそう、ちょっとちょ、うまーってなるもんね、なるなるなる、ほんまなる、これ強いよ、でしかも猛火なんでバック君が、はいはいはい、炎の威力をステルスロック、おステロステロあるってことは、うん、何が言いたいと思う、俺吹き飛ばしが、うん、ない、あいや違う、あ違うわ、吹き飛ばしはあるわ、あ氷の牙がないんや、ああなるほどね、うん氷の惜しいわ氷の牙がないんだよ、悲しいな、吹き飛ばしはあるかな、あなるほど、ね、で氷の牙がない可能性が高いんで、あはいはい、こういうやつは、うん、
だからフライゴンがあーいけた、うん、起点できるんですよ。なるほど。じゃあおお、まあこの火傷は関係ないでしょう。そうですね、カバルドンは OK、 地震で OK です。そういうポケモンです。うん、でステルスロック巻かれてるんで大台でも次出したら死んじゃうんで。ああなるほどね。でここ爆風を落としてもらいましょう。爆風を落としてもらって大台で死んでフライゴン出してもう吹き飛ばされないようにするってこと、はい、そういうことです。最強で身代わりして龍舞してって感じですね。でラス1にドラゴン Z バチンって終わりと、ね、打ち込んで終わりです。そういうことですわ。あいい戦術。うん、ここはもう落とさないように落とさない。なるほどね。うん、別に機能美圏内入っても全然いいんで。なるほどなるほど。うん、回復されてもいいです。関係ないね。うん、関係ないです。カバルドンはもうフライゴンに1もダメージ与えられない。確かに。うん、しかも火傷だからね。うん、お盆、うん、久々見たの。あ、お盆か。カバルドンのお盆の久々見た。でもお盆もね、強い時強いからね。あー、なるほどね。強い時強い。はいはいはい。うん、普通にちょっとお盆、まあまあどっちもいいんですけどね。まあ確定数がね、やっぱ、うん、確定2発か確定3発になるっていうのは、うん、相当強いですよ。強いよね。相当強いですよね。だけあくびがまたできるみたいな。ああ、なるほど。できないところができるんだよっていうところね。はい、オーダイル。サンキュー、サンキュー。そう、オーダイルごめん。ちょっと残ったの、ちょっと残るときやったけどね。ちょっと痛かった、ごめん。ああ、で、クライオンできました。はい、ね。ああ、これ、カバルドンも起点できるのすごいね。そうね。ああ、こうなってくると、クライオンすごいな。強く見えるよね。マジで見直したがいい。氷の牙ないことを願う。ないと思うけど。いや、ないやろ。捨てろ、あくび、地震、あと吹き飛ばしたやろ、大体。そうね。うん、まあ、氷でもいいんだけど、毒毒でもいいけどさ。さすがに氷の牙ない。ない、ない、ない、うん。あったら事故。オッケー。オッケー、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 完璧。オッケー。よし、もうあとゆっくり竜の前待って。はい。ラスト1体は。ラスト1体、ルカリオとかやったらね、相当嬉しいね。あー、なるほどね。うん、まあ、勝つと思うけどね。あ、でも。買えない。これで決まるの？やばいぞ。いや、それはちょっと。これだけばやばい。いや、ただ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 、まあ、一回リュウマできたら。なんだ、これでもさ。あ、地震ですね。なるほど。うん、フライオン特性は冬ですので。あ、そうかそうか。うん、普通にカバルの落としちゃってみたいな感じになるよね。あ、そうですね、うん、そんな感じがしますね。リュウの舞を、うん、忘れていたかもしれない。そうですね、うん、まあ、ここはもう地震を打っていきましょうか。はい。うん、地震を打っていきましょう。おっと、ここで引っ込める。うん、もうミメ系いないからね。カイル、なるほどね。カイルね、まあ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 、これ。あ、そっかそっか、ドラゴン Z 残ってるし。あ、ドラゴン Z 残ってるし。あ、いいね、いいね、強いよフライゴン。で、しかも身代わり残ってるんで、うんうんうん、うん、これで負けることはないと思います。確かに。うん、ドラゴン Z からの、うん、あ、もう完璧だ、すごい完璧ですね。いくらマルチスケールといえどやろ。うんうん、これハチマキ神速とかやったらやばい。ああ、大丈夫か。うん、ハチマキ神速でも耐えますよ。あ、耐える、さすがに、ね、さすがに耐える。あぶねー、さすがに耐えるよ。うん、いや、フライゴンね、耐久もね、まあ、攻撃もしっかりないけど、うん、耐久も中の中なんで。あ、ぼちぼち言うけど、まあ、ないことはないって。ないことはないっていうか、中の中って弱いやん。あ、まあ、ポケモン界においてはね。大体落ちるやん。中の中って大体落ちるやん。確かに。カプコルゴのメザコーリもね、普通にランスで落ちるんで。ああ、そうね。ノグリで。ああ、ちょっとね、カブリアスとかさ、普通に耐えてくるやん。あ、確かに。そう考えると、ちょっとクライゴン、やっぱメガ進化してほしいな。メガ進化してほしい。それか種族値はやっぱ20ずつ上げてほしいね。20ずつは相当上がるでね。全部で100。一気に600族なるやん。それ強いな。頼む頼む、そんなことはないけど。特攻はいらん。特攻はいらん。特攻はいらん。いや、分からん。特攻をめっちゃ上げてくれて、あ、特殊技をめっちゃ増やしてくれて。あ、なるほどね。メガフライゴン特殊とか。ああ、ある。あ、それも面白いね。面白い。ちょっとフライゴンをね、使うフライゴン使いがめちゃめちゃ増えることをね、はい、ちょっと願います。フライゴン大好きなんで。はい、皆さん次回作、はい、どう考えてますかね。どう考えてますかね。はい、教えてください。いろんな人めちゃめちゃ楽しみです。はい、ということで、フライゴン回でございました。はい、インクルトタクアッシャー、今年もよろしく。ここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。俺たちの動画がもっと見ていただけて高評価くれるっていう動画にするためには何をしたらいいと思う？わかんないです、隊長。どうしたらいいんですか？対戦としゃべりをもっと頑張ることやない。うわさい。